房の時間です。秋ですね。涼しくなりました。今日はまあとりあえずスケボー広場に来なくてもよかったんですけど、やっぱりねショービットまだ全然メイクしてないんですけど、他のこともぼちぼち練習しようかなと。何一つメイクできてねえのに他のことやるもんじゃないのかな。まあわかんないんですけど、なので今日はひたすらオーリーします。今日暇なんで約1時間半ひたすらオーリーします。メガサブさんはこの1時間半で何回ぐらい飛んでどのぐらい上達するのか、こうご期待。ひたすらオーリーします。として後ろ足に力入れるとデッキが後ろに行くでしょ、と反対に煽られる可能性があってちょっと怖いんですけど、もう一回ハウトゥー見ます。いや物理的に後ろに行くんだねこれね。下に弾く感じでイメージ、
約1時間が経ちました。上達してるか。1時間半もうほぼほぼオーリーのみをたまにショービットしたりしましたが練習しました。まあね、ショービットもそうですけど、あ、これいい感じって思った次にもうすでにできなくなる。とにかく練習あるのみだと思います。はい、そんなわけで47歳メガサブさんね、ショービットとオーリーだけはできるようになりたい。まだまだ頑張ります。ご視聴ありがとうございました、ね、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします、ね、スケボー初心者の皆様、ね、こんな下手くそがいるんで皆様諦めないで頑張りましょう、ね、スケボー上級者の皆様、厳しいコメントじゃんじゃんください、ね、そこがこうだよ、こうがそこだよ、ね、親父だからダメなんだよ、いやそれはもう親父だからしょうがない、ね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。